はい、どうも、土です。いつもチャンネル登録、いいねボタンありがとうございます。こちらのチャンネル、ちょっとはっきりさせておいてよろしいですか。こちらのチャンネルはですね、不動産を高く売るためのチャンネルになってまして、基本的に不動産を安く買いたいとか、まあちょっといい不動産買いたいなっていう方はこちらのチャンネルちょっと不向きですので見ないでください。危険です。一つそこのところよろしくお願いいたします。じゃあ、本日のテーマなんですが、こちらマジカルナンバーについてちょっとお話しさせていただきます。何のことかは、最後まで見ていただければ分かります。非常にためになるんじゃないかなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ということで、こちらマジカルナンバーについてなんですけど、これ例えばですけど、不動産を売る場合もそうですし、何か物を売る場合もそうなんですけれども、必ずその広告でいうところと、そのキラーワードですとか、まあ、あと例えばもしお客さんが来られた時にその使うセールスポイントなんかもそうなんですけど、人間が瞬間的に、記憶できる、短期記憶の限界容量のこと、アメリカのミズーリ大学のネルソン・コーン教授、こちらの研究で明らかになっているお話なんですが、例えば人間というのはだいたい4、まあ、プラスマイナス1個、要するに瞬間的に覚えれるその項目というのがだいたいそのぐらいと言われているそうなんですよ。ただ例えば物を売りたい人っていうのは、まあ、セールスポイントが、まあ、例えば100あったとすれば100全部言いたいので、こちらも見てください、あちらも見てくださいっていう感じにやっぱりなりますよね。なりがちですよね。まあ、それあんまり良くないわけですよ。で、例えばですけど、美味しい定食屋さんがあっておすすめなんですかって言われた時に、例えばうちはカツ丼、鮭定食、ホッケ定食、ハンバーグ定食、とんかつ唐揚げ、チキン南蛮定食、ラーメン、きしめん、何でも美味しいですよって言われるのと、例えば、まあ、カツ丼とホッケ定食がすごくうちは美味しいですって言われるのと、どっちが印象に残るかっていう話だと思うんですよ。要するにたくさん言われると完全に脳の機能が停止してしまうので、印象に残らないってことなんです。まあ、これ広告も一緒ですし、例えば、まあ、不動産売買する時のそのセールストークもそういうことなんですよね。なので、ここからですね、買いたい方は絶対見ないでください。販売側の裏側の話です、見ないでください。要するにセールスポイントっていうのは、まあ、やっぱり3から4ぐらいにこうまとめるのがいいというふうに言われてます。で、さらに言えばですね、こちら誰にセールスをかけるかによるわけですよ。で、特にこう心に響くセールストークをその3から4にこう絞るっていうことがポイントなんですけれども、じゃあここで大切なのはこちらですね。やっぱりターゲット設定、要するに誰をイメージしたの、例えば広告にしてもそうですよね。誰を呼びたいか。で、例えばセールスする際も誰に対してセールスするのか。で、どういう言葉を投げかければその方の心に響くのかっていうことを考えながらやらなきゃ。例えばですよ。まあ、例えばマンションがありました。教育環境の良い素敵な、例えばビューキッチンのあるマンションで、リビングが非常にこう広い、3LDK の物件があったとすれば、例えばターゲットを結婚したての夫婦にしたとしますよね。で、そうすると基本的にそこに心に響くキラーワードっていうのは素敵なビューキッチンなんですよ。まあ、それなぜかというと、これ長年の経験でいきますと、やっぱりこう住宅を買うっていうのは基本的に新婚夫婦の場合は奥さんのために買ってあげるっていう感じの傾向が多いです。これご主人のために買う家っていうのはあんまりこううまくいったケースないですね。これ経験上のお話なんですけど、なのでここのご夫婦、新婚さんの2人が来れば奥さんが喜ぶような家ということで、やっぱりキッチンです。2歳ぐらいの可愛い子供を連れたご夫婦が来場した時には何が響くかっていうお話なんですけど、これ何だと思います？やはりこの際は、まあ、やっぱり子供さんっていうのは3歳ぐらいまで目に入れても、やっぱり自分の子供もそうですけど、3歳ぐらいまでの子供ってすごい可愛いですよ。もう目に入れても痛くないというか、4歳ぐらいからだんだんこう生意気になっていくんですけど、3歳ぐらいまでって一番可愛いなっていうふうに、まあ、我が子のね、2歳3歳ぐらいのことをたまにやっぱり思い出すんですけど、小学校時代っていうよりはやっぱり2、3歳の頃可愛いなって、やっぱり私なんかもね、
たまに思い出しちゃったりとかするわけなんですけど、その頃のこうビデオなんか見ると本当に涙出てくるぐらい、まあ、可愛いですよね。今もう私よりも大きく、息子なんかも大きくなっちゃってますけれども、要するに、2歳のお子さんで、若夫婦が来た場合っていうのはやっぱり教育環境なんですよ。子供さんのためっていうふうにかなりこう比重がいきます。奥さん可愛いですねって言われるよりもやっぱり子供さんが可愛いですねって言われるとすごくこの夫婦ともどもですね嬉しい気持ちになっちゃいますのでまあそこが心をくすぐるっていうことなんですよ。まあターゲット設定ということで、まあ、これが大事っていうところのポイントをもうちょっとこう深掘りして分かりやすくお話します。例えばですけど、心にグッとくる曲って年代によって多分違うと思う。私なんかもそうですけど、まあ、最近の新しい曲は曲でいい曲だなと思うのもありますが、ただある年代の曲をかけられるとグッと響くわけですよ。例えばですけど、まあ、今現在67歳ぐらいの方であれば山口百恵さん、まあ、あなたにこんなの、これ聞くとグッとくるんじゃないでしょうか。多分他の要するに年代の曲を聴くよりもこの曲ってしびれるんじゃないかなと思いますし、まあ、例えばそうですね、57歳ぐらいの方だったら、まあ、聖子ちゃんがストライブじゃないでしょうかね。で、例えばそうですね、今現在37、8歳ぐらいの方だったらもうやっぱり安室ちゃん世代だから安室ちゃんの曲聴いたり、そうですね、あのグレイとかですね、まあ、その辺が心にグッと、響くんじゃないかなと。でまあそうですね、若い方27歳ぐらいだったら AKB48、 まあ我々 AKB 聞いても何の何でしょう、何も感じない、まあ何も感じないっていうわけじゃないですけど多少感じるかもしれませんけど、多分そこに青春時代があったとかそういう淡い思い出があれば多分振り向かせる、その曲をかければ振り向かせることができるぐらいのパワーがあるんじゃないかなって思うんですよね。でそうきましたかっていうふうに言われますが、そう思っていきましたまあそんなことをその、まあ、一つのコツということで覚えていただければ、例えば不動産売る場合の広告展開で出すセールスポイントっていうんですかね、まあ誰を狙うかによってまた表現が全然違ってくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ当然こうセールスする時、この物件を進めたいっていう時にあれもこれも言うんじゃなくて、まあ、やっぱり3つ4つぐらいにストロングポイントを絞ってもらってね、まあ、それをキラーワードということでね、使っていただければ不動産というのは何もしないよりは高く売れるんじゃないかなと思っております。ぜひ参考にしてください。またお会いいたしましょう。バイバイ。不動産のバイバイ